あの頼みたいことがあるんだけどいい、えー、はあうんへえ<ー>うん力を借りたいんだ了解だ うん。よろしく。 アスナあキリト君ちょうどよかった少し付き合ってくれないかなああいいけど何久しぶりに君に手料理を作ってあげようと思ってこれから買い物に行くところなの本当かアスナの手料理が食べられるなら買い物ぐらいいくらだって手伝うさまったくもう現金なんだから。 ショックだな肝心のお肉だけ売り切れてるなんて他の材料は全て変えたみたいだけど一体何を作るつもりだったんだシチューを作ろうと思ってたのでもお肉がないなら別のものを作るしかなさそうだね確かに肉抜きは嫌だけどアスナのシチューを逃したくないなあ,あそうだ売ってないなら取りに行けばいいんだよ取りにって どういういこと自分たちで食材なる獣を狩るんだよ勇昌と旅をしてた時は狩りで食料を調達してたんだ狩りか早くこの世界の戦いにもなれたいしちょうどいいかもそうと決まれば早速出かけようぜ王都から出れば獣の1匹や2匹いるだろうとはいえ狩りの天職の妨げにならないような獲物を1匹だけ狩るようにしないとな それじゃまずは肉じゃなかった獣を探さないとなあ待ってキリトくんどうした実際に獣を狩る前に私と戦ってほしいのあアスナとうん私はまだこの世界に不慣れだから少し練習しておきたいなってアスナとの立ち合いか久しぶりに戦ってみたいって気持ちもあるな分かった 相手になるよありがとうそれじゃお願いしますさあ行くよ行くぞ行くぞとなんか変だわこれで決める 俺の…勝ちだなうー悔しいなけどキリト君には勝てる気がしないやいやいや俺のほうこそ危なかったよその剣速と正確さ先行はこの世界でも健在だなそんなキリト君こそ剣の重さや反応速度といいちっとも衰えてないねやっぱりキリト君は最強の剣士だよああ なんか、久しぶりだな。こういうやりとりするのどうしたの急に。改めて感じたんだ。長い間アスナと離れていたんだなって。アスナに会えなくて、寂しかった。私も寂しかったよ。キリトくんが、どこか遠くに行っちゃう気がして。ごめんアスナ。ずっと一人にして。俺約束したのに。 いつまでも一緒にいるって。えっだ誰かいるのか。なんだキツネか。びっくりした。アスナ。何？顔赤いけど。えっ、あこ,これは違うの。キートくんが照れてるから。そそれはほら誰かに見られたらその。 私もいい行こうかほら遅くなってもあれだし <laughs> そうね行きましょうどうもんどうしたあの頼みたいことがあるんだけどわかりましたありがとう あのよろしく頼みたいことがあるんだな<っ>ああんうん了解だおい よろしく。どうしよう。うん、どうした。ねえ。うん。なあ。 なるほどうんわかりましたありがとううんつまりはい よろしくね、困ったなうんはあ力を借りたいんだ了解だありがとう。 うんよろしくすごく素敵な関係だねキリトと夜空の件のこともっと知りたいなそれに私も自分の武器と信頼を築きたいしキリト今から一戦どうかななあ,あ いいぜさーて、始めるわよくぞ行くぞ くぞ,いくぞ よいけ でよくわかったわキリトと夜空の剣がいかに強い絆で結ばれているかがリズムこの世界に来たばかりとは思えない動きだったよさすがいろんな仮想世界を経験してるだけあるなまだまだよ戦士としても鍛冶屋としてもこれからもっと頑張ってキリトを助けられるようにするわあんたの剣を長年面倒見てきた鍛冶屋として 夜空の剣に負けない剣を打ちたいっていう思いもあるしそれを可能にするかもしれないとっておきのアカウントをわざわざ選んだんだからね。